now. どう話してよいのやら、遠州の狐の申すにはお探しの姫君が。
Hey!
ついで、お主も少しは剣術を飾っておるのか。たとえよし、いつの日か剣豪を足らんと、こうして修行に明け暮れる毎日。何、礼はいらん。行って、市内に立つ。腕の立つ侍が相手では、刀も全て受け流される。相手が切り込んでくるのに合わせ、五の線を捕らば、一撃で太刀を打ち折り、 正気も見えるやもしれぬ。道場の先生の受け売りを、お互い精進じゃ。 来るぜ。船は出せねえな。俺は腹すかせたガキが7人もいる。まだ死ねねえよ。 奇遇だね。そこのお茶屋で聞いたんだがよ、この辺りは狐がよく人を化かすんだそうな。あっちにいるのは先に行ったはずのハチのようだが、見ろ、コンコン言ってやがる。ありゃ狐に違いねえ。ハチに化けて俺を騙そったってそうはいかねえや。見てろ、踏んづかまいて尻尾出すまでぶったたいてやる。 悪いことは言わん。一休みしなされ。参道に入って休めば狐やらに化かされて泥団子食わされても知らんぞ。これならいくらでも腹に入る。 いける。くったくった。
くれたぜ。